行け、プリンプリンプリン、どこまでもプリンプリン、君と一緒にどこまでもプリンプリン、行く手は広がる夢のよう、どこまで行っても明日がある。ではまあ歓迎のご挨拶さ、アブラカダブラオープンセサミのポーズ。さあどうぞ。ありがとう。あのさ、そのあのアブラカダブラオープンセサミ大魔術団の団長さん。はい、よく言えましたね。何お下げ。あのね、乗る前にプリンプリンが聞きたいことがあるって。はい、どうぞ。何でもプリンプリン。この船どこへ行くんですか。このウンゴロ島を出港して最初に着く港はアルトコ市のアルトコ港。アルトコじゃない。ルームならない。あら、あら、どうしたのさ。どこへ行く船でも構わないから乗せてくれって言ったでしょ、サゲ。そりゃまあそう言ったけど、でもまさかアルトコ市なんて。それじゃあさ、俺たち振り出しに戻っちゃうんだもん、うん、ねえ、あんた方本当はどこへ行きたいの。実はもしできたらガランカーダかその近くの港へ行きたいんです。ガランカーダ。そうなんです、ガランカーダ。ちょいと、カセジン君よ。はい。あんた、うーん、てらい気張っとるけど、どないしたんや。いや、ちょっと。なになに。本当のこと言うと、私まだまだこのうんごろ島にいたい気分なのよね。ねえみんな、今はこのうんごろ島からこっそり抜け出さなくっちゃ。たとえどこ行っても、その先はその先で考えればいいじゃない。ねえモンキー。ウィウィキー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 ザンケヘドロいないなバッバキー。今ランカーもヘドロもこの島にはいないってモンキーは言ってるみたい。だからこの隙にこっそりと。あのね、プリンプリンちゃん、こっそりこっそり言うたかってね。これ見てみない、ずいぶん派手なトラップや思わへんか。ほんのご挨拶。さあどうぞ乗りましょうよ。プリンプリン様にはおかわりございませんか。プリンセス様お元気ですか。はい、いかがですか。いや、シドロン。なんだよ、モドロン。返事がないよ。ということは留守かな。探してみましょう。そうしよう。プリンプリン様、プリンセス様。変な気分の兄貴。てめえたちか。大変ですよ。ねね、大事件ですよ。なんだなんだ、想像しい。いや、とんでもないことになっちゃった。いいか、おい、耳の穴かっぽじってよく聞きな。
たとえどんなことが起こっても決して騒がず落ち着いて冷静に行動するのが組織に生きる人間の心構えってもんだわさ。で一体何があったんだ。さあ言ってみな。プリンプリン様がね、プリンセス様がいなくなった。ああそうけそうけ、いなくなりなすったかい。何なんだってプリンプリンがいなくなった。冗談じゃねえって変だい、大事件だい。なんとかして探し出せ。ああ兄貴、テレビ電話です。ダマスクセのランカー様からにちげねえ。やだやだい、あっしゃごめんだい。あ腹が痛いて下痢だなこりゃ。助けて。おいおい出てみようか。そうしようか。はいはい、あのこちらうんごろ島ホテルです。こちらダマスクセのヘドロだよ。おやまあしどろもどろ、お前たちそんなところで何してるのさ。あのテレビ電話に出てます。そんなことわかってるよ。あどけしどろもどろ。へえ007変な気分はいません。どこへ行った。しません。本当にもう役に立たないんだからね、お前たちは。しません。ところでプリンプリンは。いません。何？しません。なんだと？あ、いません。ああ、プリンセスプリンプリンの身の上に異変が起きた。わしの胸騒ぎは虫の知らせだったのだ。よし、準備のでき次第。ウンゴロへ帰るぞヘドロ。シドロモドロ、ランカー様はこうおっしゃってるよ。007変な気分に伝えときな。シドロヘイモドロヘイ、でっけ声出すな。ランカー様が蹴ってくる前に何が何でもプリンプリンを見つけ出すんだ。無事に見つけ出せればよし。見つけなかったら決まってるぞ。三人ともランカー様に殺されちまう。大変だ。いやいや、そうやすだな。おいら殺されたくないよ。やだ。ウンゴロ島ともお別れね。さようなら。ウンゴロ結構楽しかったよね。ウンゴロは俺さ、俺結婚式あげちゃったんだもんな。プリンプリンと。ええあボンボン、その話はなしよ。分かってるよ。でもさ、なんだいボンボンったら。それからさ、あの島にはプリンプリンのそっくりさんがいた。あ、ガッテンね。私ね、今まで考えたこともなかったわ。私とそっくりの人がどこかにいるなんて。だけどさ、君とは全然違っていたよな。私がってよ。なんちゃってさ。でもさ、顔はほんとそっくりだったもんね。驚いちゃった。私思うの、がってんは私と顔がそっくり、声がそっくりな人もどこかにいるかもしれない。ううん、顔とか声とかそういうことだけじゃなくって、感じ方や生き方や、それが私とそっくりな人がいると思うの。人間ってさ、みんなバラバラで一人一人違うと思っていたけど、どっかみんな似てるんだよな。そうだろうサゲ。うん、あ、ごめん、僕他のこと考えてた。他のことってなんだよ。ガランカードのこと。どんなところかな。そうね、どんなところかしら。
やあ、火星人。一人で何を考えてるんだい？え？いや、ちょっと…なんだよ、言ってごらんよ。トントン、あなたはガランカーダのことをどう思っていますか？どうって…君、何か心当たりでもあるの？ガランカーダに。いや、プリンプリンは今や新しい旅に出たのです。今まではどこへ行ってもランカーに追いかけられていました。でも今度は違います。ランカーに気づかれないようにこっそりと旅に出た。ランカーに追いかけられずに。うん、それで？その矢先にこんなことを言うのはどうかと思うのですが。だからなんだよ、言ってごらんよ。ガランカーだ。うん、それが？ガランカーだ。一番上のガと一番下のダを取ってしまえば、ん？ガランカーダ、ガランカー、ランカー。ねえ、本当だ。あなたから初めてこの名前を聞いた時、プリンプリンはなんとなくランカーに似ているとすぐに言いました。その時は気になりませんでしたが、そのうちにだんだん。そうか、それで考え込んでいたのか。はい、不吉な予感というほどではないけど、何かちょっと気になるのですよ。どうも。ウンゴロ、ウンゴロ、ウンゴロのホテル007、変な気分応答しな。あ、こちらダマスクセ、どうぞ。あ、ダメですわ、ランカー様、返事がありませんわ。あのバカモン。ヘドロよ、はい、出発の準備は？まあボツボツ。よし、出発だ。変な気分の兄貴、俺たち島中探したんだけど。プリンプリン様は見つかりません。おめっちらが島の中駆けずり回ってる間に、俺は空港へ行って調べてみた。ところがプリンセスとその仲間たちが飛行機に乗った形跡はねえ。ってことは、今から1時間前にこの波止場から船が出た。見なよ、沖に明かりが見えら、あれがそうだ。さあ、あの船を追っかけるんだ。あの、すいません、まだ私は泳げないんです。お前泳いで行くか。だってしょうがないから、もう行くしかないじゃないか。まあいいからいいから、黙って俺についてきな。風が冷たくなった。中へ入った方がいいよ、プリンプリン。あら、何？モンキー双眼鏡。キッ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 。見つけ出すんだ。無事に見つけ出せればよし。見つけなかったら決まってるぞ。3人ともランカー様に殺されちまう。大変だ。いやいや、そうやすだな。おいら殺されたくないよ。やだ。ウンゴロ島ともお別れね。さようなら、ウンゴロ。結構楽しかったよね、ウンゴロは。俺さ、俺結婚式あげちゃったんだもんな、プリンプリンと。ええ、あ、ボンボン、その話はなしよ。分かってるよ。でもさ、なんだいボンボンったら。それからさ、あの島にはプリンプリンのそっくりさんがいた。あ、合点ね。私ね、今まで考えたこともなかったわ。私とそっくりの人がどこかにいるなんて。だけどさ、君とは全然違っていたよな。
私がっていいよなんちゃってさでもさ顔はほんとそっくりだったもんね驚いちゃった私思うのガッテンは私と顔がそっくり声がそっくりな人もどこかにいるかもしれないううん顔とか声とかそういうことだけじゃなくって感じ方や生き方やそれが私とそっくりな人がいると思うの人間ってさみんなバラバラで一人一人違うと思っていたけどどっかみんな似てるんだよなそうだろうサゲんあ、ごめんに、なんだってプリンプリンがいなくなった冗談じゃねえって変だい大事件だいなんとかして探し出せあー兄貴テレビ電話ですダマスクセのランカー様からにちげねえやだやだいあっしゃごめんだあ腹がいて下痢だなこりゃ助けてーおいおい出てみようかそうしようかはいはいあのこちらうんごの島ホテルですこちらダマスクセのヘドロだよおやまあしどろもどろお前たちそんなところで何してるのさあのテレビ電話に出てますそんなことわかってるよあどけしどろもどろへえ007変な気分はいませんどこへ行ったすいません本当にもう役に立たないんだからねお前たちはすいませんところでプリンプリンはいません何すいません何だとあいませんああプリンセスプリンプリンの身の上に異変が起きたわしの胸騒ぎは虫の知らせだったのだよし準備のでき次第ウンゴロへ帰るぞヘドロシドロモドロランカー様はこうおっしゃってるよ007変な気分に伝えときなシードロへいモドロへいでっけ声出すなランカー様が蹴ってくる前に何が何でもプリンプリンを見1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 プリンプリン様にはおかわりございませんかプリンセス様お元気ですかはいいかがですかやあシドロなんだよモドロ返事がないよということは留守かな探してみましょうそうしようプリンプリン様プリンセス様変な気分の兄貴てめえたちか大変ですよ、ねね、だ大事件ですよなんだなんだ想像しいやとんでもないことになっちゃったいいかおい耳の穴かっぽじってよく聞きなたとえどんなことが起こっても決して騒がず落ち着いて冷静に行動するのが組織に生きる人間の心構えってもんだわさんで一体何があったんださあ言ってみなプリンプリン様がねプリンセス様がいなくなったああそうけそうけいなくなりなすったかい何の団長さんはいよく言えましたね何お下げあのね乗る前にプリンプリンが聞きたいことがあるってはいどうぞ何でもプリンプリンこの船どこへ行くんですか、このウンゴロ島を出港して最初に着く港はアルトコ市のアルトコ港アルトコじゃない。あらあらどうしたのさどこへ行く船でも構わないから乗せてくれって言ったでしょサゲ、そりゃまあそう言ったけどでもまさかアルトコ市なんてそれじゃあさ俺たち振り出しに戻っちゃうんだもん、ねえあんた方
本当はどこへ行きたいの？実はもしできたらガランカーダかその近くの港へ行きたいんです。ガランカーダ？そうなんです。ガランカーダ、ちょいと火星人くんよ。はい。本当てらい気張っとるけど、どないしたんや？いやちょっと。何？本当のこと言うと、私まだまだこのうんごろ島にいたい気分なのよね。ねえみんな、今はこのうんごろ島からこっそり抜け出さなくっちゃ。たとえどこ行っても、その先はその先で考えればいいじゃない。ねえモンキー。ウィウィキキキキキキーさんけヘドロいないなバッバキ。今ランカーもヘドロもこの島にはいないってモンキーは言ってるみたい。だからこの隙にこっそりと。あのねプリンプリンちゃん、こっそりこっそり言うたかってね。これ見てみない、ずいぶん派手なトラップや思わへんか？ほんのご挨拶。さあどうぞ乗りましょうよ。ではまあ歓迎のご挨拶。さあアブラカダブラオープンセサミのポーズ。さあどうぞ。ありがとう。あのさ、そのアブラカダブラオープンセサミ大満喫。